世界 -105 サンダーチーフリパブリックエイビエーションカンパニーはアメリカ合衆国にかつて存在した航空機メーカー。主に軍用機を生産した。1965年にフェアチャイルドに買収された。前身はアレクサンダー・セバスキーが1931年に設立した航空機メーカーセバスキーである。最初のセバスキーの設計はセブマイナス3で、 ライト J-6 空冷性型エンジンを積んだ全金属低翼単容器で水陸両用のフロートを備えていた。翼の形は楕円翼で、これは後の機種にも受け継がれた。セブマイナス3の 3, 3は3座席を示し、民間用を狙ったものであった。1933年10月に当時のスピード記録時速 290km を達成した。 1934年にセブマイナス3は練習機に改造されてセブマイナス3ザーになった。フロートは取り外されスパッツのついた固定足への改造、キャノピーの改造ライト R-975 への乾燥が行われた。アメリカ陸軍の練習機の競争施策に応募して陸軍から13機の BT-8 としてを受注した。陸軍の要望は 練習機のエンジンの出力は400馬力であったため、BT-8 は P&WR-985 から11世型エンジンを搭載したが、結果として出力不足で経験の少ないパイロットには危険な機体になり、ノースアメリカンの BT-9 に変更された。BT-9 は後に AT-6 敵3になる機体である。 セブマイナス3は後方引っ込め足に、改めて、最終的に、アメリカ陸軍最初の型持ち式低翼単用、引っ込め足戦闘機になる、P、P-35 にまで発展していく。P-35 は、カーチス P-36 と競争して、受注を得た。リパブリックに改名後の P-43、P-47 につながっていく。 セバスキー社は利益を上げることができなかったために、1939年にリパブリック社として組織を再編成した。第二次世界大戦中においては、P-47 戦闘機の開発、生産を行った。P-47 は、生産機数が1万5000機を超え商業的にも、成功したが、戦後は、軍用機の受注が激減したため、 リパブリック RC-3CB など民間機の製造も開始した。第二次世界大戦後は、ジェット戦闘機の開発、生産を行っていたが、1965年にフェアチャイルドに買収された。ありがとうございます。